はい、こんばんは、山陽と申します。さあ、フォーマキシリーズもね、今日は、吉津屋さんをね、見ていこうと思います。吉津屋さんね、まあ、言うて、三重県だとね、いなべのね、1店舗のみなんでね、ちょっとなかなか、現地まで、行くのが大変で、もう、またカタログじゃなくてね、ホームページに、ありましたんで、それをね、見ていこうと思います。吉津屋さんね、吉津屋さんは、本店が、どこだ？対馬か。ですんでね、いわゆる西尾張の地域に入ってくるよね。だよね。対馬は西尾張になるよね。まあ、尾張地方ですよね。の、まあまあ、真ん中ちょい西側ぐらいのところになってますんで、どういったようなね、感じの、ラインナップ、結構違いがあるとかね、見ていきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ、吉田さんね、やつなんですけど、まあ、そんなに、じゃあちょっとやってきます。2月みたいな説明ということで、恵方巻き。トーンと来てるの、海鮮たっぷり太巻き。っていう太巻きが来てますね。海鮮がトーンと入ってる感じですね。たたきマグロにサーモン、エビイカ、イソコタマグロ、キュウリ、オーバーってなってね。まあ、リーズナブルな、海鮮って感じですね。のやつがトーンと入ってます。あ、ちなみに、極東炭の、海苔を使用しておりますってなってますけど、どこの、ご祈祷かは書いてないけど、これ、対馬神社かな？多分、対馬さんだよね、これ。違うかな？違ったらごめんなさい。あれ、神社じゃねえか。神社ではやらんから、お寺だから、あっちだと、なんだ。あの辺りにあるところだと、善光寺かな？ありますよね。あれ、あの辺りかな？じゃなかったっけな？ごめんなさい。ちょっと、パッと見の外観ですぐにパッと思いつかない。申し訳ないです。多分、善光寺じゃないかな？稲川にあるね。すごい気もするけど。まあ、そんな感じですよ。ということで。まあ、基本的に、吉津屋さんは1本とハーフがそれぞれありますよ。ともですね。1本980円、1059円で、ハーフが540円。1080だから、結構、ハーフと1本で、1本だと100円ぐらいお得になってくるっていうのはね、ちょっと大きい感じでありますね。っていうところでございます。まあでも1本でね、980円で海鮮でとか染まってくる感じにしてあると。で、下の方に見ると、本マグロ中トロ太巻きと、しめにアナゴと、厚焼き卵太巻きってことで、この2つが、この3つが、まあ、三大看板ってなってるわけですね。でも面白いのは、その三大看板って海鮮をね、どんどんと、あと穴子。まあ、これがどっちかというとクラシカルな方。穴子が入ってるやつが、まあ、恵方巻きのクラシックに近い。というか、まあ、クラシック後かになってくるのかな、というところなんですけど。ここのところもね、この本マグロの中トロが入ってるやつも、1200円。本マグロ中トロに、卵焼きにキュウリ、大葉と、もうシンプルにね、具材をもうトロに、絞ってやってるっていうので、それで、本マグロとかとるけど、まあ、1296円でね、この価格に抑えてきとる。ハーフやと713円にしてあるっていうのは、結構、お値段設定としては、結構、そんな、高い商品がどんとね、前面に持ってくるパターンで、どっちかというとコスパのいい商品を980、1200、980、こっちもね、980、1059円で持ってなってるんで、それで来てるなっていう感じですね。で、海鮮太巻きのハーフ、幸福セットって、ハーフセットもあるらしいです。ハーフが2つ、3点ね、この3つがハーフになって入ってるよっていうやつですね。ファミリー向けとかの先ほどもこういうところに入ってるけど、まあ、どっちかというと単品で、どんどんといろいろ買って、お好きにお選びください感がしっかりと出てる感じがありますよね。あ、ちなみに、アナゴのやつは、ハーフはない。ハーフはこっちだとあるのかな、っていうような設定らしいです。で、あちなみに、ご注意くださいまして、雇み店は取り扱いがございません。雇み、まあまあまあ、三重県近いんでね、一応ね、説明しておくと、とか、まあ、雇みの人は当然知ってますけどね、吉津屋って、何？ちょっと面白いのが、ちょっとイオンに結構、設立経緯が似てるんですよね。イオンっていうか、ジャスコ。ジャスコってもともと、岡田屋呉服店っていうね、呉服屋さんが、岡田屋チェーンって言って、スーパーマーケット展開を始めるようになって、で、服と一緒に食品もね、買えるような売り場を作っていきましょうって、まあ、四日市の商店街に作ったりとかしていくわけなんですけど、岡田チェーンっていうの。で、そこから発展してて、今のジャスコ、から、イオンですね、になっていってるよっていう中で、初期の頃はね、呉服屋さんだったのもんで、大型のね、食品、要は、スーパーの、その、
大型店舗のね、その広い面積のところの、管理ノウハウとかが、ちょっと乏しかったから、だったかなとかっていうのもあって、当時、だから昔に作った店舗っていうのは、イオンの中に、ジャスコの中に、別の食品スーパーが入ってますよっていうケースが結構あったんですよ。山中が入っておったり、愛知の場合山中が入っておったり。現存するところだと多分日本でも唯一じゃないかな。日長の海洋、四日市の日長の海洋はね、イオンと、三市が入っておって、あれ正確に言うと三市が全体を取り持っておるらしいですけどね。で、テナントとしてイオンが入っているっていう形らしいんですけど。うん。で、まあ、ハンターは、なもんで、ハンターはもともとイオンが入っとったけど、イオンが、撤退して、まあ、カノネが入ってとか、そういうような感じになるっていうような経緯みたいですけどね。っていうのがあって、同じような感じで、もともと、その、吉津屋も吉津屋呉服店で呉服屋さんなんですよね。そこからこうやってやってってるんです。結構、携帯がイオンに近いんですよ。で、その過程で同じように、食品スーパーのノウハウがそんなになかった時に、自分のところ、そのお店の中に、山中に入ってもらうっていうやり方をやってたところなんですね。で、今現存しているところだと、そのやり方に残ってるのが雇み店なんですよね。っていうのがありますよってことでございます。雇み店は雇い、なんで、当然こっちの方の取り扱いはないですよってことになってます。ということでございます。で、あとは、これあたり三種のサーモンとか贅沢もいいけど、このあたりも一本なのかな。なんかちょっと写真が、なんかハーフサイズみたいに見えるんですけど、これどうも、延期の金屋ですね。多分一本なんでフルサイズのやつみたいです。多分18センチじゃないかな。13センチかな。スーパーだけど、そのあたりちょっと、で、記載がないんで、ちょっとなんともわからないんですけどね。38だと思うけどな。こっちがハーフになってるんで、ハーフ9センチに多分来てると思うんで、っていうとこだと思います。ラインナップとしては、最初は3本使った、使用した贅沢巻き、862円。で、実質ローストビーフの太巻き、ローストビーフサーモン。で、こっちがローストビーフと本物の中トロが食べ比べできる。ハーフセットで1000円にしてありますよ。1080円ね。にしてあったりとか。あと、本棚場入り、ガニ入りの太巻きがあって、これが1本1880円。結構、これが早い。あ、こっちがあるか。1980円のがありますよね。っていうようなのが揃っとったりとかして、ハーフは1000円、になっておったりだとかですね。あとは、南州具材の、彩り金箔太巻き、金箔ですね。これが牛ブロックリとか、ハイトロパタメとか、690円、税込み754円と。で、あとは海鮮たっぷり太巻き。これが一番ハイエンドになってくるのかな。ここだと。そうですね。1200とかだから、一応これが最ハイエンドが、海鮮たっぷり太巻き。これハイエンドはね、そんなに全員ドンと出してこないっていうのもちょっと、特徴としてありますね。うん、で、本マグロ中トロ、空輸生サーモンに締めぶり、締めまだい、ヨンズバイカに卵は9で入って1900円、税込み1139円、ハーフだと1167円、税抜きで1080円と、言ったような感じになっておるというところでございますね。で、これらのハーフセットって言って、結構こう、バラエティよくこう、どん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 と行く感じがありますね。で、肉系とかアナゴ系は、海鮮系は、あれですね、ハーフを作る傾向があるのかな。なんかそのあたりもちょっと、バラエティとして戦略が面白いな、というところですね。で、言うのよ。あ、一番早いのこっちか。こっちがあるか。ハーフセットが1980円で、その、中巻きのやつが、どんどんどんとハーフが3つ揃ってますよっていうのがあるらしいんですけど、ちなみに、これは、あ、そうなんだ。カラウスとカニエと、アイサイ、これ、ショバタでしたっけ、ショバタと、豊山、津島駅、東、ああ、あそこか、テラスのところに、森山の大屋敷、篠田、笹塚食品館を取り扱いが、ハーフセットはないの、不思議だな。なんだろう。ってことは、セントラルでやるの？え？セントラルでやるのか、じゃない、わかった。お魚屋さん、ここにもこっちにも書いてあるね。そうだ、あのね、そう、水産が、そうだ、カラウスがそうだ、カラウスは、あれ確か魚醸が入ってましたよね。カニエゴが、カニエの食品が新しくなってから言ってないわ。そう、ツシンマとか、カラウス、ショバタも行っ
ったことあるけど、覚えてない。だいぶ昔だな、しょうがって言ったのは、カラウスは、そう、言ったら、あ、五条入ってんだ、と思ったんで、確か五条だったと思います。まあ、そういう感じで、テナントが、水産が、テナントのところっていうのが、あるんですよ。結構、吉津屋は、古い店舗も結構のことで、昔のところは結構ね、あそこなんかも確かそうだったよね。あ、いや、どこって言ってないよね。祖父江町にあったところとか。あそこにテナント入っとった気がするんだよな。っていうような感じで結構水産とかにそういうところを入れることがあるんですよ。まあこれはもう結構スーパーによって、違いがあって、オールじまいで、やるよっていう、もう、のが大前提。例えば、スーパーさんちはそうですよね。スーパーさんち、テナントを入れる、テナントオンリーで水産惣菜やるようなところ、青木スーパーか。青木スーパーはあるな。青木スーパーは岩田が入っとったりすることがあるだろう。カネセイは基本全店入れる。全店、自前なんですよ。セントラル加工なんで、そもそもそんなに現場に、置いたら、まあ、ほぼほぼパック並べるだけでいいよみたいな形態で作れるんで、そういうのもあって、まあ、デリカを揚げたりもありますけど、最近どうなんだろうな。そういうこと、だから、イオンも、マックスバリューは、そういう感じで、もう弁当もセントラルで作ってね、もう並べるだけにするようなんで、小型店舗のところも、昔は酸味とかね、いろいろ入っとったところから、もう自前のところに変えて、みたいなところもあったりしますね。結構自前化は、セントラル工場を作るんだったら、もう自前でやっちまったものは手っ取り早いし、商品管理もできるし、っていうような感じの流れがある中で、結構、吉津屋とか、愛知県の店舗は、テナント入るケースが多いから、まあ、魚長とか丸中とか、味吉とか、岩田食品とかね、そういった感じで、カネミとかもありますからね、惣菜テナントで入るところ、強いところがあるのかもしれませんけどね。三重はそんなに惣菜で強いところ、昔は三味とか、あったし、あとは、どこだったら、堀木に入ってたところで、稲部の方で、作ってるところとかあったりしましたけど、1号館の堀木店とかね、あれも今もう全部自前に変わっちゃいましたからね。っていうようなところからがありますので、そういうようなところちょっとお気をつけください。ちなみに、うちは一応、稲部店前提話をするんで、稲部は、全部問題なく使われます。で、稲部は本当だったら、あそこは、惣菜がテナントも入ってるんですよね。テナントのところもやるのかな？寿司あったっけ？ちょっとすいません。そこまでチェックが、できない。まあ、じゃあちょっとそのあたりも調べがついたら、ご案内したいと思います。で、あとは、奈良間海の幸恵方巻きっていうのがあるらしいです。これはちなみに、ハイエンドでこれ一番高い、ね、奈良間でありますけど、津島本店の中心店、まあ、フラグシップの店舗ですね。津島本店、でっかいところですよね。東方シネマズ入ってるところですね。あそこと、キヨスの、これ、一番見覚えあるかもしれませんね。名二環走っとって、キヨスのジャンクションが出てくると、でっかい、吉田山がなんか見えるなってなります。あれがキヨス店ですね。そう、あそこの二つ、でかいところ、この二つのみでやる限定のやつらしいです。これが一応、2376円で、7万ですね。もうブランドですね。ということをやります。他にもマダムロールっていう、やつがあったりとかね。これあたりはいわゆる、スイーツ系ですね。とかがあったりとかってあります。よって感じです。惣菜売り場は各売り場センターで、1月30日まで受付をしております。といった感じらしいです。で、注文も。と、まあ、こんなラインナップになっておりますよ。ということでございますね。リストアップするとこんな感じと。これ16品目っていう感じになるんですけど、ちょっと一応外しといた、2店舗しかないんで、ね、どうかなと思ったんでね。一応このラインの、一応参考程度の記録にしとこうかなと思ったんですけど、あれしたっけ？そういうふうにしたっけ？入れたって結局、吉津屋、入れてるわ。入れてるの16で。じゃあ16にしておきます。という感じで、まあ、ざーっと見てみると、ハイエンドそこまで高いのポンと、入れてきてなくて、比較的まとめて、来てある感じかなっていうところですね。ハーフで、それ以上のところで値段差は、つくような感じになってますけどねっていうところですね。セット販売とかも、まあ、
そつなく入ってる感じって言ったらいいのかな、っていう感じがしますよね。長さとかすればね、データがないんで、ちょっとあれなんですけれど。まあでも意外と本タラばかりを入れておったりとか、生サーモン入れたりとか、いろいろと、見える、こだわりのところは見えるところがありますね。本マグロを使ったやつとかもどんどんありますよ、というところですね。まあ、やっぱ対馬なんで、海に面してないところっていうのもあるんで、地場さんこうして、精神的にやっぱその尾張の方だと、こういった巻き寿司に使うようなやつがあんまり取れる。まあ、対馬はもともとそう、まあ、いわゆる平野のちょっと中の方ですからね。んで、品小屋とかでもやっぱりちょっとそれで違うから、三河のね、方を地盤にしてるところだと逆に今度三河一色のうなぎを使ったりとか多分出てくるのかな。一回ちょっとドミーかね、山中してない、ドミー、三河の方だとなんだ、ドミー、めぐりや、エプロンか。ドミー、めぐりや、エプロン。あと何があと、あっちの方っていうと、あ、山の部だ、山の部があるから、あんな隊とかの総菜部のデータとかちょっと、調べてみたら、もしかしたら今度はうなぎが強かったりするかもしれませんけどね。ちょっと一回その辺りも見てみたいけど。ちょっとね、まずはね、三重県のやつもね、終わらせないといけませんからね。っていう感じでございます。まあ、こういうような感じになってるなというところでございますね。なるほどな、なるほどなというところでございます。で、見てみると、最高確率1370。まあ、産後のあれですけどね、っていうふうになってきとって。恵方巻きが、まあ、あのやつを、言っとったね、表に出とったやつを一応、恵方巻きの確認しました。まあ、品目が基本的に恵方巻きの品目になってるんで、もうね、ということで、まあ、一番、そのベーシックな恵方巻きってのは、1376円のやつか、多分、あれですか、まあ、2店舗しかやってないです。ということなんで、まあ、1059円の方が一応参考に入れておきました。で、ハーフが入っとって584円まで、の価格帯になってますっていうことなんで、まあ見てみると、すみません、そのトライアルとか出てしまってるけど、意外とそのトライアルと変わらんぐらい、価格が幅とかでそんなに変わらないんだなっていうところで、そんなにハイエンドにドンと持ってきてるあれじゃないんだな。山中とかの方のが結構ハイエンドを持ってきてるんですね。3000円台後半とか持ってきてるっていうのを考えると、結構、落ち着いた感じにはなってるのかな。ただ、傾向としては山中吉津屋っていう、この、愛知、尾張地盤のところが、比較的恵方巻きのミドルレンジのところを、高めの設定にしてるっていうのは面白いですね。バローとか495円だし、オークワンとかね、マックスバリュー東海もその人と静岡の兼ね合いがあるので、まあ、全部ないけど500円ありましたもんね。っていうところで、こう、っていうふうに見てみると、そっか、ユニーも尾張で、756か。そっか、やっぱ、海近い県、牛トラもね、海産物、めちゃくちゃ取れる中西地域の方の、会社ですから。そこは、ところは、海産以外のところとね、メリハリのつけ方をつける傾向があるのかもしれない。な、どうだろう という感じでございますね。あとで吉津屋さんこんな感じ。そうだなぁ。パッと見とってやっぱし、あ、いいなっていうのは、まあ、やっぱトロが好きだよ。これとかいいですね。いくらコテか。それとこういうの日本ハーフでね、ちょっとセットで食ってみたい気もしますけど、こっちになると、いうことで、ね、意外とこっちのハーフがなかったりする。こっちのハーフがあったら、またあれなんですけど、多分価格帯が、そうすると、でもこっちは540あるからな。まあ、単純にオペレーション、作者のオペレーションの兼ね合いなのかな。あの子とか使ってる兼ね合いで。っていうところなんだと思いますね。まあ、そういうあたりとかもいろいろと。選んでいくといいんじゃないかなと思います。という感じですね。まあ、吉津さんはこんな感じでした。ということで、明日は何？トライアルでも行くのかな？まあ、ちょっと順番通りにまた。明日じゃない。今日のこれから、なんか怒涛の勢いで上がるんですよね。一応どうしようね。1時間を消せってくらいにしてみる。で、すいません。ニコ動の方は、もう、すいません。取って出しというか、多分、途中から、10本のその予約制限超えちゃうと思うんで、もう、あるだけとりあえず出していくような形になっていくと思いますんで、なんかもう、ぐっちゃぐっちゃな、アナリティクスになりそうですけど、そのあたり、お気になさらず、気になるところを見てもらったら大丈夫です。多分、バカみたいに喋って、バカみたいな時間の公開時間になりますんでね、そのあたり、また、ぼちぼちと見ていただいたら、で、気になるね、自分のお店の近くのところとかのね、データとかをパパパッと、
見てもらったらいいんじゃないかなと思います。全文見るのは相当しんどいと思うんでね、とっとる人文が読むなんですけどね、よろしくお願いいたします。ということで、この動画はこれぐらいでね、締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。